4年目の桑木志保21イコール大和ハウス工業が逃し続けていた初優勝をついに手にした首位と1打差の2位から出て4バーディー1ボギーの69と3つ伸ばし通算11アンダー205首位から出て同じ最終組で回った堀琴音を逆転した初めて首位で最終日を迎えたのが昨年の今大会だったが プレーオフの末に桜井ココナに敗れ、号泣していた。その後も何度も迫っては逃し続けていた初優勝を、ついにつかんだ。前半は2番パー5で、3メートルのバーディーパットはカップの左縁をずたい、くるりと1回転してこぼれた。桑木は苦笑いこそ浮かべたが、気落ちした様子は見せなかった。イライラしない、焦らない、何度も惜敗を経験し、 冷静さを失いそうになった時こそ、そう自分に言い聞かせるようにしていた。すると5番パー3でバーディーが先行。12メートルのパットを決めたが冷静にファンの歓声に応じた。これで首位の堀琴に追いついた。6番で堀琴が最初のバーディーを奪って再び1打差の2位に後退した。8番パー3では2人揃ってボギー。停滞ムードが漂いかけた。 直後の9番パー4で会心のパットを決めた。下りの難しい15メートルを沈めると思わず右手を握りしめた。このホールで対照的に堀琴がボギーとして左手で顔を覆うと一気に逆転。単独トップで後半に突入した。後半も堀琴との激しい優勝争いは続いた。12番パー4では揃ってバーディー。 その後、15番パー4で堀琴が3つ目のバーディーを奪って並ばれた。それでも16番パー5で第3打を1メートルにつけて4つ目のバーディー。再び単独トップに立つと、そのまま影を踏ませずに制した。4歳でゴルフを始めて以来、常にそばには父・正俊さん、66、がいた。それが昨夏、ツアー会場で倒れ、緊急入院ということが起きた。 翌週には退院したが、父への恩返しの思いは一段と強まっていた。常々、一番いい形で恩返しできたらと、初優勝で喜びを分かち合いたい胸の内を語っていた。ようやくそれを果たし、昨年プレーオフの末に敗れた18番のグリーン上で、今年は喜びを爆発させた。